インターネットの皆さんこんにちは。ゆっくり霊夢です。今回はこの対戦型ゴルフゲーム、ゴルフブリッツに存在するバグのいくつかを紹介しようと思います。私自身、バグというものが大好きなので、このゲームの隅々まで捜索して、いろんなバグを見つけるのが、醍醐味になったりしています。皆さんもこの動画で紹介したバグを、実践してみてください。それでは、ゆっくりしていってね。まず紹介するバグ技は、エレベーターです。これはバグというよりは、仕様と言った方が近いかもしれません。まずはくっつきボールで、画面の端っこにくっつきます。なるべく上につきましょう。次に、反重力ボールを真下に打ちます。この時、寸分の狂いもなく、真下に打たなければいけませんが、ほんの少しだけなら壁寄りになっても大丈夫です。すると、プレイヤーがエレベーターのように上に登っていき、コースの一番上まで登っていってしまいます。コースにもよりますが、広いところだと下が全く見えないぐらいまで上昇します。ちなみに、使いどころはほとんど 0% に近いです。これを利用して、こんなこともできちゃいます。気持ちいい。さらに運んだことまで。気持ちいい。次に紹介するバグは、雲吹っ飛びバグです。これは主にツアー22のファームランドのみで可能なバグです。まずは、だし巻き卵の根元に行ってください。次に、もう一人が、そのプレイヤーを卵の根元で挟むように、ゆっくりと、雲を押し付けてください。すると、根元にいたプレイヤーが、なぜか吹っ飛びます。原理はわかりません。このバグは、上位のほんの一部では実戦でも、使われることもあります。けど基本的にろくなことが起こらないので、あんまり使わなくていいと思います。最後に紹介するバグは、めり込みバグです。まずは、回転または移動する物体にくっつきます。回転体なら、なるべく内側にくっついた方がいいです。次に、近くにある水などの OB ができるものにスペースボールで突っ込みます。この時突っ込むのは水でもレーザーでも、OB さえできれば何でもいいです。次に、いいタイミングでボールを打つと、めり込みます。このバグを成功させるコツは言葉で説明するのは難しいですが、慣れたらいろんな場所でできると思います。例えばこんな場所でも。UFO の中に入ることができたり、こんな場所でも、高速に動く物体の中に入ることができます。いかがだったでしょうか。今回紹介したバグの他にも、このゲームには様々なバグがあります。また他の機会があれば、その時に紹介しようと思います。それではまた次の動画で会いましょう。多分ないけど。